3、2、1、0、1、2、3、4、5、3、2、1、0、1、2、3、4、5、4、3、2、1、0。次は新しいロケットについてです。文部省の宇宙科学研究所は、従来の使い捨てではなくて繰り返し使用ができる、打ち上げることができる再利用型ロケットの研究を進めています。再利用型っていうのはですね、こうやって打ち上げた後そのまままっすぐ着陸する方式のロケットでして、先月発射と着陸の実験に日本で初めて成功しました。今後の開発に向けての課題取材しました。
先月25日に行われた発射着陸実験です。高さ4メートルまで上昇したロケットはエンジンの出力を制御しながらスムーズに着陸することに日本で初めて成功しました。実験の狙いはこれまで使い捨てにされてきたロケットを繰り返し使うことで打ち上げ費用を大幅に節約することです。しかし課題も残りました。繰り返し実験を行ったためエンジンの燃焼室が変形してしまったのです。非常に機体を軽量にしてどこも捨てなくてそのまま帰ってこれるんです、そのためにエンジンももう少し性能が良くなる、その2点が大きな、技術的な、課題だと。エンジンの負担を軽くするため研究グループでは理想的な機体の形の研究を進めています。ロケットの40分の1の模型を金属の棒の先端に取り付けて風洞で最大マッハ4の風を当ててみます。打ち上げの時には機体を細くして空気抵抗を減らした方がエンジンに負担はかかりません。しかし着陸する時には逆に機体を太めにして空気の抵抗を増やした方が逆噴射によるエンジンの負担を軽くすることができます。これ今アタック研究グループではこれまでの風洞試験の結果から機体の長さを4メートル、直径を2メートル程度にすることは適当ではないかとしています。さらに金属よりも軽くて強い炭素繊維の入った複合材を燃料タンクなどに使うことも検討されています。しかし炭素繊維は低温になると脆くなるという問題があります。このため航空宇宙技術研究所を中心に厚さ2ミリの複合材をロケット燃料の液体水素よりも低いマイナス270度まで冷やし強度を調べる実験が行われています。燃料タンクの圧力に相当する1トン程度の力でひびが入り始め3トンで完全に破断することが分かりました。このためひびが入っても燃料が漏れないようタンクの内側に薄い金属の膜を張るなどの対策が検討されています。21世紀がもうすぐ始まるので、次の目標あるいはその今の使い捨てロケットから何か質的に変わっていくべきだし、そうなると宇宙の利用ももっと活発になると、こういう小さな活動が将来の大きなプロジェクトなりアクティビティにつながっていけばいいなというふうに我々としては考えています。研究グループでは 5,6 年後をめどに高層大気の観測などを行う採流型のロケットを実用化し1回の打ち上げ費用を現在のおよそ4億円から一挙に10分の1に引き下げることを目指しています。